はい、どうもこんにちは、ピアソンのいいですね。今回ですね、ちょっと引っ越した後で、もしかしたら声が、なんかお前風呂場にいるんかっていうぐらい、羽打ってるかもしれないんですけど、まあその辺をね、ご了承くださいというわけで、まあ本編なんですけど、今日ルキの使おうかなと思ったんだけど、こいつね、また知らんうちに強化されとる。っていうのもなんか、まあ、ちょっと前というか結構前か、まあだいぶね、大幅なジャンプの強化とか来たんだけど、それに同時に来たのかわからないけど、一時なんかジャンプがすごい弱くなって、まあ弱くなったわけじゃないんだけど、入れたところが入れなくなってたりとかしてて、まあ、サイレント修正がされたっていう動画だいぶ前、1年ぐらい前に上げたと思うんだけど、でそのサイレント修正されて入れなくなったところがまたね、新しく入れてるということで、まあ、今回、まあ、多分ね、前動画で上げたのはまあ病院の出窓とか、まあ、とかがあるので、まあ、今回マップ病院が出るまでまあ試して、まあ、病院でその新しく入れるようになったところをお見せできたらいいかなと思ってますので、まあ、こんな感じで本編をどうぞ。さあやっていきますかね。早速病院来たわ。まさかの1戦目から病院来てくれた。ちょっとね、この衣装は顎に顎にネギ生えてたんで、背中にもね、植物持ってきました。で、でも今回病院の出窓じゃなくて上か、暗号機。多分中にもいる。今のみたいなタイミングでもし出窓とバッチリ目があったら、そこからジャンプって入ったらいいわけだからね。よいしょ、はい、囚人ゲットと。さあ、まあ今回はまあ囚人追っていきますかね。さあ、ジャンプ、ビューイーンと。あい、強い。これマジでさ、会員鬼没だよね、これ。ほんとこのジャンプした後の即折りボタンの実装が一番嬉しいわ。さあ追ってきますよ。これ多分向こう側の板入れる前にやれたらいいんだけどな。どうだろう、板たたき、あ、それおスルーする。ここははい、ナイス引き打ち。オッケー、よしよし。で中央と向こう側の女神像ともう1台分をどこで回してるのかな。よいしょ。わかんねえな。中央、まあ、今回自分が女神像の隣ぐらいでスポーンしてたから、もう強ポジ二人脇だったと思うから、まあ、小屋とかかな。小屋か強ポジかとか、そのぐらいかな。さてさてさて、お、なるほど。医師に指名手配ついてくれたの、これだいぶでかいな。オッケーオッケー。まあとりあえずまあこのまま普通に一発殴って、省エネ周囲があるからな。これ枯れないかもな。一応凶暴さん振ってるんだけど、早い。12と、オッケー。間に合うかな。いけ、あーダメか。いや、ため攻撃から入ってっていうボタンの多少の前後の差があれば救助ができたかもしれないな。荘園給油氷時強いな。絶対枯れると思ってこの椅子に突っ込んだのかな。まあいいや。オッケー。まあいっ、釣ってもう一人どこだ全然わからんな。オッケー、こっちが釣ってた。もう多分小屋方面だと思うけど、強行時とか。よし。オッケー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 。あ、そっち側まで行ってんの。めっちゃお散歩してるじゃん。あ、だから揺れてなかったんか。強ポジ2人湧いてたうちの1人が、俺のスポーン側に寄ってきて正面の方回しに行ったって感じだ。オッケー、まあ、救助はされちゃったけど、まあ、結果的にこの感じで行っていけば、まあまあまあ悪くはないかなっていう感じかな。さてさて、これ救助を、囚人は間違いなく無理。で、これ試すか、こう。ここね、前入れなくなっちゃったんだけど、それ動画でも言ったように、ここね、なんと入れます。いや、素晴らしい。待ってたよ、本当に。まあ、ここ以外でもその天井、出窓の天井から飛び入ったりとかできてたんだけど、まあ、それでもジャンプする角度とかちゃんと考えなきゃいけなかったし、まあ、消費量も1回でね、あの出窓入れるから、まあ、これもちろん日本版でもなんだけど、まあ、っていうことがあるから、まあ、このね、修正いつ来たんだろうね、本当に。1ヶ月ぐらい前にはなんか、あ、来てるってことに気づいて、ナイス気づいたから、わかんない。本当に、ルキの強化の時に一緒に出世入ったんかな。そういう記述なかったからな、あの時。もうそれも多分こそっといつの間にか修正されてましたね。オッケー。で、あそこですね。回してますね。オッケー。あっち側の。いや、あそこ上げきれる前に行きたいな。そしたらハッチ出なくていいから、そのまま倒したいんだけど。てか、今回鬼没いらんかったな。まあいや、じゃあ 2戦目ちょっと別の人格とか人格じゃない、特質で来ようかな。よいしょ。あ、そっちが行ったか。惜しいな。今内側に入りたかったんだけど。間に合え。オッケーオッケー。よしよし。まっすぐ近づかずにね、ちゃんと角度考えてくれたから、逆に助かったわ。さあ、監視者に切り替えて、いきますかね。1、2と、3。それ乗り越えていけないから。オッケー、いいね。よしよしよし。オッケー、いい感じで仕留めることができたので、まあこんな感じでね、1戦目は、まあネギ、顎ネギの効果も使って、4追することができたので、じゃあもう一戦ね、やっていこうかなと思います。何にしようかな、特質。感謝かな、やっぱ。瞬間移動か感謝のどっちかかな。うん、まあ個人的にはいいので、まあいろいろちょっと変更してやっていこうかなと思います。ネギブラブラしてるな。さあ、やっていきますかね。悩んだ結果、鬼没がなくなったので傲慢を入れて、なおかつ閉鎖空間も入れて、感謝にしてきました。まあ他のマップ、広いマップとかだったら、瞬間移動とかでまたいろいろやったらいいかなと思ったんだけど、まあまあ工場と多分感謝が刺さるなってことで感謝にしてきました。1、2と、はいい。さあ10打ってくるかな。この距離間に合わないんだよな。お、打ってこないか。いやーうまいねしっかり見てたわ。さあまあでもとりあえずここで銃吐かせたから、あそこ回してる。じゃあ次チェイス使えそうなここの小屋にあらかじめ設置しといてから、あ超腰か。まあまあまあいいや、超腰を追うわ。でそっち側光線間に合う、振らせる。どうするこれもう絶対乗り越えた瞬間いや分かるよその気持ち、まあ、分かる分かる。なんかそこ絶対乗り越えないだろうみたいなところを乗り越えるっていう戦術、まあ、確かに悪くないけど、それ一時期流行ったけど、なんか今んとこなんか逆にそれでも本当に初見殺しじゃんあの技って。ハンターってさみんなサバイバーのチェイスの動きを読んで行動するじゃん。あ大体こういうチェイスするんだろうなっていうその動きを読むから、逆にそれ以外の意味不明な行動したらハンター戸惑う説はもう絶対あると思うんだよ。それを利用したあれだったけど、もうあの乗り越えは割とね、なんかもう逆にやるでしょみたいな感じになってきてるよねそう考えたら本当にチェイスの仕方って一巡一巡順繰りしてるよね。さあこれ半分超えるな。ボディーブロック永遠って言ったやろうざいだろうなこれ。あと先行かれた。でもこれはもうジャンプで牽制だけさせて、あこれ枯れるなオッケー。まあ半分超えればいいかなと思ってたけど、全然なんかうまいこといったからラッキーラッキー。さあ暗号機5台で普通ダウンはこれ相当しんどいんじゃない。さあ1段上がっちゃったかな。これまたね4台残してなんとか行きたいね。ハッチ出る前に終わればね、ハッチ工房ないからめちゃめちゃ楽なんだけど。さあ感謝も設置して耳鳴りしてきたけど、さすがにこっちじゃないでしょ多分。唐津方面から、ああまあだよねだよね。オッケー義士かいいよいしょ惜しい。まあいいや吸い殴ろう。殴って救助させて、これもうどんどんダブルダウン取っていくか。ちょっと全体負荷にするわ。よいしょ OK で向こう側いない。あっち側結構揺れてたから、あっち側が義手のやりかけだったのか。ロボじゃないのか。ロボどこだろうね逆に。あいた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 よかった、小屋にね感謝置いてあるから、あっち側でチェイスは厳しいと。あ惜しい、ちゃんと避けてたな。うまいな、完全にいいとこに飛んだと思ったんだけど。よいしょ OK でそこがロボ、あ踊り子か。 OKOKOK いやあわよくば、あ見えた今ロボがカラスにあるわ。こう空軍つってで救助させてる間にロボ壊すか。多分ロボ壊すぐらいのタイミングで救助してくれるんじゃないかな。どうだろう。とりあえず感謝だけ設置して、いやあそこ守りきりたい。相当回ってる相当回ってる。あめっちゃ回ってるわ。はい OK 間に合えさすがに救助されるわな。まあ全然大丈夫、まあ、これでとりあえず義手の解読は止まったから、まあこっからまあ空軍狙って釣るのが一番いいけど、ちょっと見えちゃったので、はい、オッケー。これワンチャンダウンいけない？あ、無理か。まあいいや。じゃあ、ここで義手を釣りますか。義手釣って、また次救助来させて。で、救助、空軍にも来れないか、これ。よし。これ、まあ、空軍見つけられたら一番いいんだけど、まあ、どういう追い方してもよかったね。あそこで空軍全然狙ってもよかったけど、まあ、全体服が最近は俺は好きなので、あっち側にいないか。そっち側いるの空軍。まさかの。勇気ありすぎじゃないそれ。まあいや、じゃあ空軍この追っちゃうか、まあ義手救助させてる間にダウンできればまあまあいい方でしょう。さて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 、これは追いつけるな。あいよいしょ OK 出たな。まだ回んないよね。あそこのカラスが本当に回りがけだから、あそこだけ守れればめちゃめちゃでかい。あ救助いってる OK でも結構遅いから、まあどっちかはいけるかな。うんまあカラス行った方をやりに行こうかな。あ行ってるね、踊り子が行ってる臭いなあれで。あれか機械技師が工場か。工場もね抜けれたんだけど最初ルキの確か途中でなんか工場抜けれなくなったはずなんだけど、そっからどうなんだろうね。多分今あそこの病院の出窓入れる判定になってるんだったら、あそこの今窓ガラス割れてるところから入れるからルキのって。でもそれも入れるようになったんかな。あロボ見っけロボ見っけた。よし OK です。ここで試したいところだけど、ちょっと向こう側からさすがに回りかけたから、ちょっと守りに行くわ。間に合い無理かな。あ無理だったわじゃあおとなしく工場内飛ぶ検証でもすればよかったわ。で、煽るゴール多くと、まあ、小賢しい真似するな。もう、一生もう意地でもこの煽るゴール壊さんは、壊さずにこいつ倒します。オッケー。設置して、でも今の位置の感謝弱いんだよな、なんだか。今向こうがいてたな。惜しい。やっちゃった。さあ、感謝設置して、感謝設置するの遅い。もう、イーターでする気満々じゃん。これはまあ、ラッキーかな。まあ、でも3台になっちゃったので、まあ、放置して、まあ、これも壊さなくていいか。壊さずにもそのまま、疑心用に行くか。多分工場らへんにいる。あ結構早い段階耳鳴りしてきたな。どこだろう。そこの暗号機結構触ってたりした。いるくねそれいるよね。あいい OK あ、結構思ったより早めに終わったわ。まあ、っていうわけでも今回はね、まあ、ルキの人知れずまたジャンプの強化も来てたので、まあ、よかったら皆さん遊んでみてください。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと Twitter もやっているのでよかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。